はい、じゃあ今日は3段のシークレットでやってみましょう。ケンさん、お客様、閉店ジャックボーナスでございます。では、本日のご利用はどちらですか？結構早いよね。クローン、クローンも早い。クローン500万だ、速さ。3回目に行けそうにないから、あんまりあれだけど、体調どうしますか？体調を見てもらえないかな。3目ですよ。
グリフォンだ。グリフォンが好きだから、グリフォンが好きだから、これはね、みんな邪悪な感じだもん。大敵に決まりましたよ。大敵に決まりましたよ。大敵に決まりましたよ。ゴーレム、アイボール、バーバリザルス、ジェマンテンゴリラ、マクラムセイ。危ねえ。絶対複数攻撃はね、完璧性だから。やりましたね。そう、死ぬ。レベル上がると相手強くなるっていう噂があるけど、どうなの？さあ、あと3回。チャットか。もう相手はダークダラゴン、サービルタワー、ダイフエルフは固定のようだ。キノコがいいんだな。お疲れ様でした。なかなかいい感じにコンボが繋がってましたね。まあ4人、これはシークレットの予感だけど、シークレットピンさんと欲しい。ピンさんと、ピンさんと、お、ミミクだ。うん、死神戦で大活躍。ちょっと今ご用意してる。今回確かキノコなんだよな、シークレット。気分いいですか。あ、一回、もう1回出てきましたよ。ちょっとビッツァンと欲しいからな。それでは、あの取り出しですか。せっかくですけど、よし。さあ、4人が続く。さて、いやー、いいカードですね。
そうだな、クラーケンでレンコイしたいのに、まあ、でも検証ということだね。最後まで4人だったってことはやっぱグレートレアじゃ4人じゃないのか。来た、マイケルかぶったけど、なんか前コメントいただいた通り、ババア4人で追っかければ出てくるね。なるほど、お目当ての時にババア4人だったら出るんだ。ちょっとマイケルかぶっちゃったけど、実はまだあるんですよ。知ってる。ラストワンポスク、いかがですか。なるほど。ちょっといいカードが出る。いやー、ちょっとこのゲームに騙されてるな。そんなに。あー、ビンさんと出ねー。出ねー。とにかく出ねーな。まだマイケル、マイケルでも結構可愛いし強いから、それではいいかな。でも2枚だっても一緒に使えねえんだよな。マイケル、それではよいしょ。マイケル、一本の景品はなんとこれ、ガラガチャを回せる権利。さあ、今回はガラガラ回す、ガラガラ中って機械ですよ。それでは参りましょう。スタート。中火かり。回してください。はい、ガラガラと回しましょう。頭の色で勝負しましょう。まあでもある程度分かったな。4人だったらチーム打ってる可能性高いんじゃないかな。なるほど、ちょっとキノコのところにね、やってなるほどね。それでは今回の無料データを収録しましょう。ゲームを開始したセブタを矢印のところに置いてしまいます。セブタはそのままにしてお待ちくださいね。もたって失敗することがあります。ご注意ください。待っていないが、リキンカットインでシークレット2枚で、チャップカットインだとスーパーグレートレアだね。ご利用ありがとうございました。4人の時はシークレット出やすい。どうなんだろうな。ああ、またクラーケンに行かないで、こんな時間かかっちゃってあと3回ね。